はいどうもこんにちは、村上です。今回はミュージックビデオやプロモーションビデオに使われるようなグリッチを効かせた映像の作り方についてご紹介していきます。今回は基礎編ということで、すぐに真似できる内容になっておりますので、ぜひとも真似してみてください。もし作るのが面倒だという方もダウンロードできるようにしておりますので、ぜひとも説明欄からダウンロードをするようにしておいてください。それでは始めていきましょう。まずはじめに新しいシーケンスを作成したら、タイムラインにグリッチを加えたい映像を加えます。そうしたらエフェクトパネルのイメージコントロールの中にあるカラーバランス RGB というのを選択して、タイムラインのクリップにエフェクトを適用しましょう。 RGB っていうのはレッド、グリーン、ブルーということなんですが、このエフェクトコントロールを見たらわかるように、赤、緑、青の数値を動かせるようになっています。例えばこの赤の数値を0にしてあげると、こんな感じで映像は緑と青の色だけで構成されてしまいます。ここでは青だけにしたいので、緑の数値も0にしておいてから、このクリップをオルトドラッグで V2 と V3 に複製しておきます。これでタイムラインの中には同じクリップが3つ重なったかと思います。そしてこれからそれぞれのクリップの RGB カラーを別々に分けていきます。2番目の V2 のクリップは緑を 100% にしておいて、青を 0% にしておきます。そして一番上にある V3 の映像は赤を 100% にして、その他を 0% にしておきましょう。これでタイムラインの中には赤だけ、緑だけ、青だけの3つのクリップが並んでいることになります。そして次にやることは、この3つの色をごちゃごちゃ混ぜていきましょう。一番上の V3 の赤いクリップの不透明度のところを見てみると、モード設定というバーがありますので、そこからスクリーンというのを選択してスクリーンに設定しておきます。同じように2つ目の緑だけのクリップも不透明度のモードをバーの中からスクリーンに設定しておきましょう。はい、これで赤と緑と青がバランスよく組み合わさったバランスのいい色彩になりました。RGB カラーっていうのが赤と緑と青だけで全ての色を表現しているということなので、こんな感じで赤だけのクリップと緑だけのクリップ、それから青だけのクリップを別々に分けたことによって、結局スクリーンにしたら元の映像に戻るってわけですね。そしてこれからグリッチ効果の出番です。例えば一番下にあるクリップの位置をずらしてみると、こんな感じで少しグリッチがかかったような映像になりますね。あとはこれにキーフレームをつけていくわけですが、グリッチをかけたい位置でまずはキーフレームを打っておきましょう。今回は位置とスケールだけに打っておきますが、凝った映像を作りたい方はその他にキーフレームを打ってもいいのではないでしょうか。そして十字キーの右を押してワンフレームだけ進めて、ここでグリッチを効かせるために位置とかスケールの数値を変更します。今回は10フレーム動かす予定なので、あとはこのグリッチをグワングワン動かすために、10フレームの間にこの少し動かすことを繰り返していきましょう。ちょっと早送りで見ていきますけどね。そして最後のキーフレームのところで元の位置に戻したいので、矢印のマークを押すことでパラメータを元の位置にリセットすることができます。あとはこれを赤と緑と青の全てのクリップで同じキーフレームの位置で同じようにすればいいんですが、めんどくさいという人はまたこのグリッチのプリセットをダウンロードできるようにしていますので、そこからダウンロードして、そしてエフェクトを適用してみてください。こだわりがある方は自分で作るのがいいかと思います。さあここまで来たらもうほとんど完成なんですけれども、ここからさらに色彩などを補正していきます。まず3つのクリップを選択して、右クリックからネスト化をして、クリップを1つのグループにまとめておきましょう。名前は適当にグリちゃんとかつけて、新しいグループとしてタイムラインに入りました。そうしたら先ほど作ったグリッチのところで、もう少し印象を与えるためにカラーパネルを選択して、露光量とかコントラストをいじって全体の色を調整しておきましょう。ここはお好みで彩度なども調整するといいですね。エフェクトコントロールのところにルメトリーカラーというのがあって、そこの基本補正のバーを下げることによって露光量とかコントラストがありますので、ここにキーフレームを打っていきます。この時グリちゃんの色がグリングリンしているところの真ん中あたりで色が変わって、そしてグリちゃんが終わったところで元の色に戻るのがベストですということなので、グリングリンになる前のところにキーフレームと、同じくエフェクトの後にもキーフレームを打っておいて、パラメータをリセットしておいて、そしてその真ん中に色を変えたキーフレームがある状態にすれば完成です。こういったグリッチはミュージックビデオとかプロモーションビデオのアクセントに使われたりしますので、ここで覚えておいても損はないエフェクトです。ぜひとも真似してみてください。ということで今回の動画は以上です。それではここまで動画を見てくださり本当にありがとうございます。
また今回の内容が少しでもためになったなと思ったら、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。その他たくさんのハウツー動画も準備していますので、こちらもチェックしておいてください。もちろんすべて広告などはつけておりませんので、すぐに見ることができます。それではいつか会える日を。